炭水車場で石炭を扱う、カフカフとは、蒸気機関が運転を続けるために必要なボイラーの火を扱うことを職業とするものを言う。鎌田きとも呼ばれる。蒸気機関車の場合は、機関助士、蒸気船の場合は、機関員とも言う。また、ボイラーではないが、火葬場の火を扱う職員もこの名で呼ばれる。英語では、ストーカーとも呼ばれる。 石炭を燃料とする場合の労働の内容は、主に石炭をシャベルですくって、ボイラーに投入することである。SL を例に挙げると石炭が乗ったシャベルは大変、重いことに加えて、ボイラーの燃焼具合及び、線路の勾配に合わせて、石炭を均等に加室内に散布しなければならず、巻き方が悪いと機関士から、湿石や罵声を浴びせられることも多かった。 作業場自体が大変高温で狭く走行時の振動で揺れることも多いことから、肉体及び精神の双方で過酷な重労働であり、作業中に熱射病で倒れることも珍しくなかった。ドイツ国鉄52系蒸気機関車で投壇を行う、カフ鉄道の蒸気機関車におけるカフの仕事は次のようなものである。蒸気機関車のカフは、 機関助士といい、機関士を目指す者の,のキャリアパスとして、見習いの形でこの仕事を行っていることが多かった。ボイラーの過失に石炭を投入する、機械装置も存在する。大きな固定式ボイラーには、標準的な装置であり、また大きな蒸気機関車にも、過負の負担を軽くするために取り付けられる。機関車用の場合は、メカニカルストーカー、または、単に、ストーカーと呼ばれ、 補助蒸気機関で駆動されるスクリュー式コンベアで石炭を過失に投入する。投入後の石炭は家風が操作する蒸気ジェットにより全体に散布される。石炭火力発電所は通常、粉砕し粉末化された石炭を燃やすボイラーを使用する。ストーカーウェブリオ2019年1月12日閲覧ありがとうございます。